おはようございます。森口でございます。今日もよろしくお願いいたします。今日は9月の27日水曜日です。お題がこちら。米株が不調。明日が落ち日なのに今日雲割れということで、これ日経平均株価なんですけども、まあ、ひとまず米株が不調だっていう理由を探っていて、 で,で、日経先物を見たら、ちょっと雲割れてきそうかなーっていったところだったので、まあ、実際に明日の落ち日迎えて、その後どう動くのかっていうのまでは分からないんですけども、ちょっと心配ですねっていう形でチャート分析までやっていきたいと思っております。よろしくお願いします。ということで、このチャンネルではこういった形で、最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析、必ず毎朝7時目標で更新をしていきます。なるべく耳だけで聞いても分かるような形で、なるべく分かりやすい言葉を使って解説を続けていきます。 ぜひチャンネル登録お待ちしております。それでは早速昨日の振り返りから行きましょう。まず日本株なんですけども非常に弱い展開でしたね。ザラバ特に午前中ガクッと下げる場面があり、また日経平均マザーズともに安値引け、トピックスもほぼほぼ安値引け。 値下がり銘柄数も多いまあでも値上がり銘柄数もそこそこはあるんですけどもねその前の日に買われていた半導体株とかそういった医薬品とかそういった銘柄が全般的に売られているなっていうそんな感覚を受けました一方アメリカ株なんですけども こちらが3時28分時点ですね先ほど終わりにチラッと確認したんですがそこまで大きく変わらないぐらいの下落率1%を超える下落率ですから最近で見ると大きめな下落になってしまったのかなと思います欧州株も弱い指数が多いですねでもアメリカ株の方が下げてるなという印象です、えー、セクター別のヒートマップチェックしてみるとナスタックセクター別のバイオテクノロジー以外のすべての業種が下げていてまた下落率も1%を超える業種が非常 非常に多いですよね。 ニューヨークダウで見てもアムジェン以外は全部下げているといった形です。ナスタック100もヘルスケアの一部の銘柄が上げているぐらいで、やっぱり赤が本当に目立つなという印象でございます。当然日経先物も,もマイナス。CME では465円のマイナスで、配当分抜きました CFD では日経比で228円のマイナスということになります。明日落ち日迎えますからね。また CME だけ見ていけば大丈夫な状態にはなると思うんですけども、また見ていきたいと思います。為替 一時149円台に乗っけてくる場面もあって Twitter のトレンドでは為替介入なんていうワードも飛び交ってましたねビッ i x 指数も上がってまして18.69長期金利今日も上昇してまして4.564ラッセルもソックスも1%を超える下落で日経先物も,も下落となっておりますそして暗号資産に関しましてもどちらかというとやっぱり軟調に動いているなという印象でございますでは見ていきましょう米国株の下落要因について 日経平均落ち日前に雲を割れるということでちょっと順番にね見ていきたいなというふうに思っておりますまずはアメリカ株が始まった後の日経新聞では長期金利上昇に警戒という見出しになっております一段と上昇して 2007年10月以来の高水準をつけているということです。で、その要因としましては、FRB の交換が追加利上げの必要性などに言及しておりということで、要人発言ですよね。これ、後ほどチェックしていきたいなというふうに思っております。加えまして、昨日ご紹介しています、米政府機関の閉鎖のリスクですね、が、まあ一段と重荷になっているのかなというふうに思います。おそらくこの記事を見る限りは、まあ進展はないんだろうなっていうふうに思いますし、25日には格付け会社ムーディーズですよね。 政府機関閉鎖は米国の信用格付けにネガティブとするコメントが出たということですから前回の政府機関閉鎖の時は 株価上がってたんですけども、まあ、それが格下げを伴うってなると、また話が別かなというところで、これは投資家心理の冷え込みにつながっているんだろうなというふうに思います。えー、長期金利の冷やしチャートを見ると、今日も要線をつけまして、でこれ、チャンネル引いてるんですけど、チャンネルの上限も突破してきているような、そんな形にも見えなくはないので、やっぱりまあ心配ですし、株価の重荷になるんだろうなというふうな金利水準ではありますよね。 で、要人発言なんですけども、誰が発言したかっていうと、ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁という方が要人発言を行っております。年内もう一回の追加利上げ必要にというところですね。この赤いところを見てみたいと思います。 我々の認識よりも経済が根本的に強ければ、沈静化のために金利をもう少し引き上げて、一段と長く高めに保つことがおそらく必要になるだろうということです。まあ、この追加利上げの可能性っていうのは、前々から示唆されていましたから、そんなに驚くような内容ではないし、あとは、おそらくとか、なんかこういうちょっと曖昧な表現を使っているので、そんな強い表現には見えないんですけどもね、やっぱりまあ注意すべきポイントなんだろうなっていうふうに思うのが、このミニアポリス連銀の可視化 総裁っていう方がまず FOMC の投票権を持っている、まあ、今のこの筑錬金総裁の中のメンバーの一人でありまたこの記事の中にはドットプロとドットチャートですよね9月の FOMC で発表になりました FOMC メンバーによる金利予想の中で 19人のうち12人が年内にもう1回の追加利上げが必要であることを示しましたが貸し借り総裁自身がその1人だったことを明らかにしたってことですから、まあ、明らかにやっタカ派寄りの意見を持っている人で FOMC の参加メンバーなので、まあ、重要人物の1人の人がやっぱタカ派的な意見を今も言っているっていう点はやっぱ見逃せないポイントだったのかなという,ふうに思います。 が今日また新たにロイターの記事でもこんな形で。 米経済軟着陸の可可能能性性が60% 40%段利上げ必要な可能性ももっっててていう発言内容も伝わってきていますこれはですね同築連銀のウェブサイトに掲載した小論の中でということですからまたこの話さっきのブルームバグの記事とは別の形なんでしょうねまた具体的な数字軟着陸の可能性が60%そして一段利上げ必要な可能性が40%という具体的な数字を出してきたことが、まあ、比較対象になったのかなというふうには思います個人的に見ており フェドウォッチでこれは11月の FOMC における金利予想ですけども据え置かれる可能性76.3%利上げが行われる可能性23.7%ですからやっぱりまあ追加利上げが必要な可能性が40%もあるんだっていう驚きにはつながりやすかったのかもなというふうに想像しておりますまた12月 FOMC 時点でも、まあ、今の金利が維持される可能性が6 1一段利上げされている可能性が34.3%ということですから、まあ、ここから から見ても、まあ、追加利上げが必要な可能性っていうのはまああるのかなといっ,ったところでそれを織り込みに行ったっていう形なのかなというふうに思いました、まあ、そういったところもありまた事前に意識されてるリスクもあり米国株ざら場の中ではじわりじわりと下げ続けていったっていうところが今日のポイントなのかなというふうには見ておりますでその結果なんですがビックス指数がかなり急騰してきてますね20を超えたら警戒水準だってよく言われますけどもで12ぐらいまで落ち込んでいたものがググ ぐぐぐグっグググと上がってきて、まあ、それはより警戒をされているっていうことですよね20を超えた時に何かネガティブな要素が加わったら一気にバンと跳ね上がる可能性もありますのでちょっとまず警戒水準に近いというところは押さえておいていただきたいなというふうに思いますしあとはナスタックのチャートの中では雲のねじれに結構注目をしていたんですよねでねじれ後に要線をつけて転換のきっかけになればいいねなんていう話を昨日はしてたんですけどもガクッと下げてしまって結局雲でも転換はしなかった 雲のねじれというのはトレンドの転換及び加速を示しますから、まあ、下がっている中でのさらに加速したっていう形になると下落を強めていくリスクもありますからねそこは注意をしてみていただければと思いますでこれはナスダックで見てますけども S&P ではちょうど今雲のねじれを迎えるようなところにもおりますので、まあ、これによって何か流れが変わるのかやはり同じようにこの流れの加速が起こるのかえ注目していただきたいなというふうに思いますでこのように米国株が弱いことによって日経酒物もマイナスになっているわけですね これは CFD の日経先物ですが3万2104円ということになってます昨日日経平均株価が安値引けをして一瞬で雲の中まで入ってきてでせめて雲の加減で止まってくれればななんていうふうには思ってはいるんですけども雲の加減の値は3万2163円今日の値ですでそれがもうすでに先物の,の値としては下回っているっていうことですから今日のスタート見てみないとまた今日の終わりに見てみないと分かりませんけども雲割れてくるリスクがあるかなといったところでございます また直近安値2営業日前ですけどもこの安値も3万2154円これを割り込んでしまうとこの高値から見た下降トレンドのような動きになりまた雲が抵抗してしまう雲はもう抵抗体っていう名前がありますからねそういった形でテクニカル上も非常に重たい展開になっちゃうのかなということを懸念しておりますそして明日は落ち日ですから配当落ち分200円ほどもともと下がりますからねそうなってしまうとちょっと上値抵抗の多い10月のスタートと9月の 待つということになりそうなので、まあ、そこはちょっと懸念点としてぜひ押さえておいていただければなと思いますということで今日の動画のまとめです米株下落長期金利上昇が主にということでしたまた米政府閉鎖のリスクもまだまだ意識されていくでしょうというところですねだいぶ期日が迫ってきましたね 用人発言としまして、ミネアポリス連銀のカシ借カリ総裁の意見をご紹介しました。高派の用人発言であるというところが確認取れたんじゃないかなと思います。軟着陸の可能性が60%、追加利上げ必要な可能性が40%ということですから、この確率は、まあ、今のフェドウォッチの予想よりもちょっと高いんじゃないかってことで、より高派を意識して長期金利が上昇して株価が下落して、まあ、こういったリスクも含めて、まあ、じわじわりと下げてしまったって形なのかなと思っています。恐怖指数と呼ばれる ます。vics 指数がずっと落ち着いてたんですけど、19まで急上昇してきています。まあ、それだけまあ意識されてるんだろうなっていうふうには思いますし、ナスダックは雲を通過しても。 転転換しししたたわわけけででではははなななないいいい下下落落が上昇にににじくく逆を加速しててしまっているよううも見えなくはないというところですねそして日経平均の先物なんですが、一目均衡表上の雲、サポートになってほしかったんですけども、一瞬では入ってきて、そして雲を割れる値に今は先物なってますから、そして明日は配当落ち日ということになってますので、そこだけちょっと注意をしながら上、上値抵抗の多い9月末、10月スタートというふうになりそうだというところは抑ええ くださいそれでは指数の売買戦略冷やしの一目金衡表 MACDRSI を使って見ていきたいと思います。<laughs> はい。えー、まずはアメリカ株の終わりに改めて確認していきたいと思います。先ほど見た値とそこまで大きくは変わっていないですね。ダウが1.14%、ナスック1.57%、S&P1.47%。まあ、下落率として決して小さくない、見逃せない値かなと思っています。CME の先物に関しましても410円のマイナスですから、やっぱりまあ200円程度の日経先物下落というふうに考えておいた方が良さそうです。為替149円台ですから、為替介入もちらつくという感じでございます。ラッセル、ソックスともにも大きく下落して ているという状況ですそれではチャートを見ていきましょうはいまずは日経平均株価です昨日の下落によって雲の中に入ってきたそして RSI が50を追われている MACD はデッドクロスのままこの 赤い濃い赤色が続いているということは、まあ、非常にネガティブに動き続けているということになりますで日経先物の,の時点で雲を割れてきているというところですからえ戻ってきてほしいんですけども戻っていく際に抵抗があるような状態になるということは間違いないということになりますなので、まあ、ここからはちょっと下落トレンドが続いていくリスクが高くえその後は大底のサインを確認してからじゃないとちょっとエントリーが難しいかなといった形になりますトピックス見ていきますトピックスに関しましても昨日陰線をつけまして若干 安値引きではないんですけども、やっぱり弱いという状態が続いています。RSI50 を割れてくると、まあ、トピックスも弱いという状況に入るかもしれません。MacD はデッドクロス後のこの下落が続いていますので安値割れてきたらちょっと心配ですね。 マザーズ見ていきます。マザーズは、ようやく促進してくれたっていうところではあるんですが、改めて弱いということがよくわかりました。RSI50 以下ですし、マックリも再びヒストグラムが赤色、濃い赤色に変わっているということですね。上値抵抗もまだまだ存在するという形になります。ニューヨークダウン見ていきます。ニューヨークダウンに関しましては、大きな陰線をつけてしまって、 この要線が上昇のきっかけにはならず、まだまだ上値抵抗までも遠いという状況です。RSI30.35、まもなく売られすぎ水準に入りますが弱い証拠です。MacD も下向きのまま、この下げ幅を拡大している状況です。まだちょっと底打ちが見えない状態ですね。S&P500 です。S&P500 も陰線をつけて、RSI で30.32、まだ売られすぎではないけども、まあ、弱いという形ですよね。 今後、水曜日、木曜日27。28の間で雲がねじれてきます。まあ、転換を期待したいところではありますが、先ほどナスダックでは下落を加速してしまったというところですから、警戒はより高いと思われますね。ナスダック見ていきます。ナスダックは雲を通過して。 残念ながら下げ止まることはなく、下落を加速してしまったような形に見えます。r s i 3 1 1 2マーク D も下向きが続いていますので、何かやっぱり先行的なサインがなければ、ちょっと厳しい状態が続いていますね。 ラッセル見ていきますラッセルに関しましても雲を通過しても結局下落が止まっていないということになりました再び RSI が28.0530を割り込んできました非常に弱い証拠でありしかも今日は安値にかなり近いところで引けておりますザラバでも弱かったってことがよくわかりますし m a c にもこうヒストグラムの色が薄い色からまた濃い赤色にこの2本の線の広がりを示してるんですけども弱い証拠ですよね まだちょっと底打ちが見えないような状況が続いています。まあ、月をまたいで何かが変わってくるかどうかっていうのも改めてチェックしたいところですね。はい、ということで今日はですね、米株下落の要因と、また日経先物で雲割れるかもねっていうそんな話をしてきましたので、内容を振り返りして終わっていきたいと思います。まずはアメリカ株が始まった後の日経新聞、長期金利上昇に警戒してますという形で、要人発言もあったのでということでした。また政府機関閉鎖のリスクも高まってまして、えここにもしかしたら 格付け会社がネガティブにするというコメントも出てますので格下げリスクなんかも意識されているのかなというふうには思います長期金利は上昇チャンネルを超えてきたそんな形も見えますしそして要人発言に関しましてはミネアポリス連議のカシ借カリ総裁ですね追加利上げについて言及しているということでしたでこのカシ借カリ総裁という方は FOMC の投票権を持つメンバーの一人であってドットチャートで追加利上げが必要だというふうに示した一人だというふうに明らかにしたことで、まあ、明らかに 高派っていうそんな感覚の人ですねでその方がですね、具体的な数字を持って、利上げの必要性の可能性というのを言及してきました。なので、まあ、フェドウォッチと比較すると、やっぱり高派だよねっていうところで、金利上昇につながった可能性はあるのかなというふうには見ております。また、他のリスク要因も含めて、ザラバではじわりじわりと下げ続ける展開が続いて、まあ、かなり弱い展開、そしてまたリスクを意識したビックス指数の上昇というのも確認取れております。なを越えても下落が加速するような転換性 することはなく下がっっててしまって日経先ものマイナス現時点では雲を割れるような水準で始まるかもしれない今日は権利付き最終売買日明日は配当落ち日明日は改めてまた200円程度下がって始まるかもしれないのでまあそこがまた転換になる可能性はもちろんあるんですけどもちょっとやっぱり注意が必要ですね上値抵抗が多いですねというところは押さえておいてください。 では今日もお知らせを入れさせてください。個別銘柄をとことん分析するマガジンですが、毎週金曜日更新で分析記事をアップしていきます。今週もまた違う銘柄を取り上げて分析していきたいと思ってます。最新記事は翻訳センター。ちょっと聞き慣れない銘柄だと思うんですけども、時価総額もとってもちっちゃいんですが、こういう小型株安定性があってとってもいいですよ。という形で記事を作っております。月額900円初月はの無料のノートのメンバーシップの機能で見ることが可能です。よければ概要欄の UR l をぜひチェックしていただければと思います。また、リアルセミナー、 10月28日大阪で開催予定がありますまたこのセミナーに参加できない方もいらっしゃると思ったので10月31日には オンラインのセミナーも開催予定でございます。どちらもこの進化した Excel 株投資、分析用の Excel フォーマットが特典で,でついてきますので、もしよろしければこちらの概要欄の URL をですね、チェックしていただければなというふうには思っております。よろしくお願いします。ということで今日はこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたら、グッドマークボタンと、また明日以降もこのような形でテクニカル分析を朝7時目標で更新していきます。明日も聴いていただける方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた明日 テクニカル分析でお会いしましょうさようなら